体力が39しかないんですけど、拠点がねやられちゃってまして、まあ、この辺からバーってロケット撃たれて破壊されましたね。でここの部分が一応窓枠ついた、まあ、チェストの場所なんですけれども、そこもやられてて、チェスト4箱ね入れてたんですけど、4箱中3箱が壊されてた状態だったかな。これどういう構造にしてたか忘れちゃったんですけど、まあ、ロケットランチャーどうだろう、23発分ぐらいかな。もしかしたらもうちょっと使ってるかもしれないですね。でまあこの辺ガレージはついてたりとか、まあ、枠とかついてたんですけど、それとかも破壊されちゃってました。もう完全にここが開けられちゃってたので、まあ、急いで修復して一応金属で塞ぎましたね。でね、外壁は割られてなかったんで、まあ、どうやって入ったかわかんないですけど、ミニコプか、まあ、はしごかけられてかで入られましたね。でまあ、とりあえず中入っていくと、そうだな、ここもやられてましたね。ここはね、装甲板の両開きついてたんで、じゃあ23発以上かな。結構使ったんじゃないかな、相手も。で、この辺は、まあ、たどられてなくて、無傷って感じで。で、まあ、ロッカーの中身とかは抜かれてないですね。で、ここまで侵入されたって感じかな。で、ここの装甲板はダメージ食らってないっすね。まあ、もちろんタンスも無事です。で、まあ、ここに入れてたアイテムだけ取られたって感じで、そうだな、服系と武器系と、あと電気アイテム。まあ、いらないものが入ってたんですけど、武器もね、そんな多く入ってなかったし、服系もそんな入ってなかったですね。何が取られたのかな？MP5 とかトンプソンとかダブルバレルとか、あと弾系かな、まあ、ボルアクとかはこの辺に入れてましたね。まあ昨日サプライシグナル4つ投げたほどで抜かれたのかなっていう感じですけど、まああんまり被害はないかな。まあそんな感じで、まあ拠点抜きに来られたんですけど、まあ大丈夫です。そんながっつりはやられなかったですね。ガレージとはつけましょうか。1枚だけしかつけないっていう。あれ、あそこの拠点風化しちゃってる。トラバさん、風力発電機とか設置しちゃった拠点あったんだけど、風化かな。え、待って、え、やられてんだけど。嘘、あの拠点抜こうと思ってたのに。ワークベンチレベル2。でも今日この辺でめちゃめちゃロケットの音してたっぽいんで、自分の拠点と同時にこの拠点やられたのか。うわ、板金の片開きだったんだ。相当柔らかいね。あ、でも今回の拠点抜きで自分の地上拠点一応巻き添え食らったけど、抜き切られなかったってことは多分弾使い切ったっていうことだと思うんで、大丈夫そうだけどな。マジで抜けそうな拠点ない。なんだあれ、湧いたばっかだ。このミニコップを拠点に持って帰ろうか。お、そこに拠点あるじゃん。抜きやすそうな。なんかミニコップ、あれ、なんだ？なんか撃ってきたな。まあでもこの辺はアクティブってことだね。あ、あ、そうだ。最悪だ。さっきミニコプ乗ってて結構ひどいミスを犯してしまったんですけど、30分経ってセーフゾーン入れるようになりました。あ、自分のバックパックがあるな。まあこれ拾いたいんですけど、いっぱいなんですよ。分解してこよう。分解し終わったんですけど、これでもまだ持てないかもな。結構いろんなもん持ってたんだな。え、
やってるんじゃん。お、セミライの音してる。どの辺でやってんだろう。いる。え、いるんだけど。結構弾落ちるな。この辺で結構紛争起きてる感じか。場所を気づいてないっぽいね。ダウン。バレたか。でもボルアク持ってんだね。こっちにもいる。裏から刺されそうで怖いな。このクロスボウ何なんだ。まあでもここで狙撃してるだけで何も得てはないんだけど、なんか走り回ってたら風化拠点っぽいの見つけたけど、めちゃめちゃ巨大な風化拠点じゃん。入れるっぽい。これ痛い。うわ、ここ入るためにミニコプター欲しいな。最悪な音した今。何、もう湧いてたんやんこれ。ミニコプ、お、ミニコプター発見。形質33で足りないかな。やっと人と遭遇した。俺は優しいから殺さない。 You too。 タレットはないな。でも扉割れてる箇所があるんだよね。風化じゃなくて抜かれた臭いな。入ってないな。解放したのかこれ。すでに抜かれてたとか。え、余ってる。ほうほうほう。常勤になりそうなもんいっぱいあんじゃん。マジで。この辺は取られてないって感じなのかな。え、石の外壁10枚。ありがてえ。ちょっとバラバラだな、入ってんのが。おお、さらに外壁。チャックハンマーとかメタルマスクとか MP5。どれ持って帰ろうか。何往復もしてもいいね、これ。こっち側が取られてるって感じかな。2階が？ほう。もしかしてまだこの2階に見られてないとか。あ、見られてる。びっくりした。え、まだこの空間見られてなくない？見られて閉じられたのか。探査あるしね。なるほど。いや、拠点抜き行きたいけどな。この辺は全部取られてます。あの空間だけ見られてなかったっぽい。分解しましょう。分解も終えてスクラップとかも資材等に変えたんで一
旦地上拠点戻りたいと思います。暗すぎる。やばい、洞窟に入っちゃった。ジャガイモ湧いてる。一応ロケットランチャーの弾的には結構作れるんで、まあ次回は小さくてもいいから拠点抜き行こうかな。ロケットランチャーで